いたぞ！左官デッキ上に侵入者を発見！増援を頼む！Welcome back, everybody, to more of the Eden of Grisaille. Here we are. We've just defeated Typhon in the last episode through a very, very narrow, close fight. It was anyone's game. And now that he's gone, now our eyes on the prize, Heath Oslo. I'd just have to climb my way up to him then, even if that meant building a mountain of corpses. ミチル様、600メートルの水圧に耐えるスーツですから、手で引っ張ったぐらいでは脱げないと思いますが。なんで脱げないのよ。私はいつまで天井から吊られてなきゃならないの。すみません、お水が漏れてこないようにちょっとハードめのネジロック剤を使ったのですが、これがまた優秀でして。She is now stuck in the suit forever. もうどうしたって外れなくなってしまいました。インパクトレンチも歯が立ちませんでしたし、ロングエクステンションをかけたソケットでも回らなくて、最後はボルトの頭をまるっと舐めてしまいまして、もう諦めるしか。That's not the Sashi we know. Give up is not in her language. もう少し頑張ろう。私も頑張るから。何をです？おトイレを。ああ。ああじゃないわよ。とにかくなんとかして漏れちゃうから。今マキちゃんがモーターツールを取りに行ってますから。おーいサッチン、とりあえずハンドグラインダーと電動ドリル持ってきたのよ。それできるの？こうなってしまったらボルトの頭をモーターツールで飛ばして脱がせるしかないんです。現在一貫は先行中ですし、榊さんがブリーフィング中なので、あまり大きな音は出したくないのですが、手早く済ませましょう。何よ、私がこんな目に遭ってるってのに、ユニコーン男物のパンツで何やってんのよ。バカじゃないの。Oh, she probably can't completely hear her. It's all muffled. ミチル様、もしかして、とんでもない勘違いをしてませんか？え、ブリーフィングって、Oh my gosh. ブリーフを履くことじゃないの？ヘドが出るほどバカだな。何よ、いるわよ、わざとよ、ブリーフィングでしょ。場を和ませようとした松島流フレンチチョークよ。ミチル様、酸素欠乏症で脳が。Oh, honey, it was already gone. こいつを噛むな！あのね、チルチル、ブリーフィングってのは、まあ、簡単な報告会議とかのことを言うのよ。つまりは、会社に戻った JB さんから、都内に仕掛けられた例の爆弾や、タナトスシステムがどうなったのかという報告を受けている状態です。出て行ってからまだそんな時間経ってないよね。もうイスラエルに着いたの？なぜイスラエル？え、あの JB って女の組織って。モサド。一応言っとくけど、モサドともっさり関係ねえからな。知ってるし、それもわざとだし。そうですね。じゃあさっさと脱がせちゃいますね。私らだって結果報告が気になるのよ。でもチルチルをこのままにしとけないでしょ。勝ったにしろ負けたにしろ、風見さんの状況を知る方法は JB さんからの報告に頼るしかありませんから。お兄ちゃんが負けるわけねえのよ。そうだね、私たちが信じないと。でもさ、勝ったとしてもあいつ私たちのところに帰ってくるのかな。おい、人が考えないようにしてたことをボソッと言うなよ。だって大丈夫ですよ、
風見さんには足がありますから。Right now. 足さえ無事ならちゃんと帰ってくるってサメマンもそう言っていました。またサメかっていうか、何なのよサメマンって。いや知ってるけど、なんでサメに足が生えてるわけ？ I was just about to ask that same question. なぜサメに足があるのかだと。 Oh, here we go. 愚問だな。だがどうしてもと問うのであれば、あえて答えよう。They both love that damn show so much, I swear. それは愛する者のために何度でも立ち上がるためだ。なんじゃそりゃ。シャーク。ああもうサメマンはいいから、とにかく早くこれ外して。はい、じゃあ首のところ切りますので動かないでくださいね。That would be so nervous. The rapidly rotating tungsten blade cutter filled the air with a brilliant shower of sparks, and Machu, for her part, emitted a scream of remarkable power. This piteous shriek resembled nothing so much as the cry of a maiden in peril, traveled along the communication tubes that lined the body of the ship, echoing through its every nook and corner.騒がしいようね。すみません。ですが騒いでいるうちは不安を忘れることもできますから、気にせず報告の続きを。ご依頼の件だけど、さすがの私でもオスロの本拠地タルタロス島にまでは救助を向かわせられないわ。 That makes sense. お金はいくらかかっても構わないというお話でしたけど、会社を動かすには手順がかかりすぎますし、二課で独自行動を取るにしても爆弾解除の方に人員を割かれすぎています。彼が自分の手で決着をつけなければ意味のないことですし、私は風見君に武力解除してくれと依頼しているわけではありません。 Even if someone did come, he wouldn't want them to interfere. You just end this fight himself. He's got to defeat his own demons. ただ全てに決着をつけ終えた彼を迎えに行ってくれるだけで構わないのです。でないと、全てを終えた彼は自らの死を受け入れてしまうかもしれないと。不安なのはわかるわ。私だって彼を仕事に送り出すたびに何度も同じ心配をしたものよ。でも風見雄二、 I-90299 号は海兵時代はブーメランと呼ばれた男。どんなに過酷で、どんなに絶望的な作戦に投入されても、彼が必ず帰ってきたからついたあだ名よ。以前にもね、海外での作戦で2週間ほど連絡が取れなくなったことがあったけれど、結局は現地の漁師の釣り船に拾われて帰ってきたことがあるし、大丈夫。待っている女がいれば、多少遅くなることはあっても必ず帰ってくる。彼はそういう男よ。でも、Kusakabe Asuka, the woman he'd always come home to, was no longer alive. If he went to her now, he'd be going somewhere very far away from them. Having lost the woman he loved more than anyone else, he'd come to Mahama Academy an empty shell, in search of a new purpose in life. But had he actually found one? Had they given him enough reason to stay in this world?ああ、爆弾の現場処理に向かったギャレット隊からの連絡が入ったわ。差し支えないようであればこちらの回線につないでください。ギャレットだ。爆弾の処理の方はどうなりましたか？薬剤試験場の方は資材搬入口の通路で入庫待機していたトラックの2台から発見し、すでに不活処理が済んでいる。あと30分発見が遅れていれば資材倉庫に運び込まれて発見が困難になり、倉庫内で危険な薬剤と共に活性化した場合の被害は甚大なものになっていただろう。もう一つの新タワーの方は、迂闊な部隊導入で一時はテロリストの立てこもり状態にもなったが、あのアダムの手引きで市ヶ谷と赤坂の合同対策部隊が編成されて
大規模部隊導入による力押しで制圧した。新型爆弾はエレベーターシャフト内で発見されて、現場で一時処理を済ませた後に運び出されて、そちらも現在不活処理中だ。そう、よかった。全然よくありません。新タワー周辺への大規模部隊導入に対する言い訳を考えるのは私ですよ。あ、potential act of terrorism. Seems like a good enough reason to me, right? とりあえずは、新タワー建設に伴う周辺の再開発工事で、対戦中の不発弾が発見されて処理中であるとの発表はしました。今のところ、マスコミ各社に情報が漏れた形跡はありませんが、勘のいい連中は、オスロの入国の件と合わせてそれらに対する何らかの特別警戒であると見当をつけています。それが仕事とはいえ、世界中の無関係な人間に嘘をつく私の心労を少しはご理解いただきたいものです。ましてや今回は身内にまで苦しい言い訳をしなければならんからな。我々が爆弾の設置箇所をどのように知り得たのかということが問題になっている。まさかタナトスシステムのメインコアから直接聞いたなんて説明するわけにもいかないし、かといって下手な言い訳をしようものなら、一部の高官の間で広がっているサーズ内部にオスロの患者が潜入しているなんていう妄言が真実味を増してしまうし、最悪、不合理を悩む前に身内を疑う、怪しきは罰する、機械は疑わないくせに人間は疑う、そんな古い体質を未だに引きずっているのよね、うちは。タナトスシステムが一時的に普及して爆弾の設置箇所の推測は彼女からのプロポーズだったとするわけには。情報が入ったのがタナトスシステムがオスロ側の手に落ちた後だし、言い訳としては苦しいわね。その辺はアダム・ブラックやサーフの連中とも口裏を合わせなければいけないし。とにかくその辺ははっきりとさせておかんと、サムおじさんの某大陸に対する G 牽制と受け取られると面倒なことになる。タナトスさんは大量殺戮兵器は機能させない方が破壊力があると言っていました。 It's the idea that you might use them. That's why there hasn't really been any major wars lately.下手をすれば近隣諸国との貿易関連で数年は尾を引くかもしれません。 No one wants to fight a nuclear power. そういえばタナトスさんは今はどうしているの？ She's sleeping. やはり体力的に厳しいようで現在は休息をとっています。椅子に座っているだけでも骨身にしみるような痛みがあるというので、海水を張ったバスタブに浸かって体にかかる重力負担を軽減している状態です。あまり無理はさせない方がいいわ。マイク・マイヤー大尉とスオーさんが看護についていますので今のところは大丈夫だと思います。ああ、タナトスといえば地下に残してきた本体の方な。外部電源が断たれてシステムのスリープが始まったぞ。このまま電源を再接続しなければ3ヶ月でコピーコアが死ぬわ。このまま破棄するか再稼働するかはまだ決まっていないそうだけれど、再稼働するにはメインコアの生体認証が必要だそうよ。システム保守担当者が顔を青くしているわ。どういうことです？簡単に言ってしまえばパスワードロックがかかっているパソコンのようなものよ。一度休止してしまえば再稼働させるにはパスワードが必要。そしてそのパスワードの解除にはそちらに上官しているタナトスさんの生体認証を要する。つまりは彼女がいなければシステムの再稼働は不可能ということよ。いや、それは理解できるのですが、つまりタナトスさんが望めばタナトスシステムは復旧が可能ということですか？理論的にはね。ただ彼女がそれを望むかという問題と、一度は裏切った彼女をシステムが受け入れるかという問題はあるらしいわ。
単純に彼女の身柄を確保して機械に放り込めば再稼働するというわけではないし、再稼働したところで今後はシステムの脆弱性をどう扱っていくべきかという問題もある。またテロリストの標的にされても困る。Well, yeah, every terrorist in the world would want to get their hands on that kind of system, that kind of processing power, man. そうね。ただでさえシステムの維持費が大変な上に、さらに膨大な保護費用がかかるとなれば、再稼働もためらわれるわ。Yeah, I can see them just washing their hands clean of the whole thing right now. 例えるなら、高級外国車を青空駐車しているようなものね。あそこに高級車があるぞと窃盗団に知られてしまえば、24時間見張りを立てなければいけない。高級車を手に入れても、それを保護管理できる車庫が備わっていない。やはり導入は20年早かったというのが今は有力な意見ね。どっかの国みたいに五角形の要塞でも建ててその地下に隠しておけばよかったのにな。その皮肉は聞かなかったことにします。うるせえ、わけわかんねえ厄介ごとに巻き込まれて、こんな島国まで引きずり出された私の身にもなれ。とにかく疲れた。先ほど現場の方にケータリングの手配をしておきました。まずは一段落ということで食事にしてください。そうさせてもらう。私からの報告も以上です。何か変化があればまた連絡しますので、アンテナ V は回収せずに栄光し続けてください。わかりました。Small beep from her headset indicated the cell phone, or sorry, the call had ended. The words disconnected flashed across the screen of her laptop, and all of a sudden her body felt incredibly heavy. A few of their outstanding problems had now been cleaned up, but by all rights, that should have lightened her heart. But instead, the weight bearing down only grew stronger. Although the bombs in the Thanatos system were essentially dealt with, the matter of Kazama Yuji was still up in the air. They couldn't do anything more for him. He was on his own. All they could do was pray that he returned. いくら欲しいの？お金ならいくらでもあげるから。帰ってきて、Kazami君。She knew it was utterly ridiculous. But right now, Yumiko simply couldn't find any other words to say.そっか。じゃあやっぱりこうなることも計算してたんだ。全てを計算していたというわけではないわ。ただそうなったら嫌だなって予想していただけ。こんな風になってしまったのは私にとっても残念な結果よ。和樹って昔からそうだったよね。一つの目標に対していくつもの道筋を立てて、途中で一箇所でもパズルのピースを間違えたら、そこからさらに新しい道筋を立てて修正する。そんなこと誰でも当たり前にやっていることよ。まあ運命を相手に無限に駒の存在する将棋を指しているようなものかしら。流されるのを嫌ってあがいているだけ。 Make sense? 無限に駒がある将棋で、相手が10年後に指す一手を予想して、今は無駄とも思える一手を打つ。それは過大評価。そうかな？そうよ。無限の駒があれば無限の予想外も存在するわ。あ、そうだ。また和樹と会えたら聞こうと思っていたことがあるんだけど、あの山の中でガソリンをトイレに使ったのも計算？ああ、バスの燃料のこと？あれは単純にハエよけと火災防止よ。ハエが発生すればそれを媒介として衛生環境が悪化して不要な感染を増やすし、ガソリンを残しておけばいつか必ず山火事を起こすわ。必ずって言い切れるの？火を起こしてのろしを上げるってアイデアが出たでしょ。でも湿度が高くて大きな火は起きにくい。そこでガソリンを使おうというアイディアが出たらどうなると思う？気をつけて扱えば大丈夫なんじゃん。そうね、
その意見は必ず出る。そしてそれこそが全滅のフラグ。これは当時の私の想像でしかないけれど。ねえねえ、クマ先輩、火を起こしてのろしをあげれば気づいてもらえるんじゃないですか。おお、いいアイディアじゃん。それちゃっちゃやろうよ。やめておきなさい、火を使うのは危ないわ。平気だって、水も用意するし、子供じゃないし、加減ぐらいできるって。そうだよ、風見ってばいっつも反対意見ばっかでさ、試す前に諦めるなって言ったのはあんたじゃん。で、結局火を起こすと。なんだかジメジメしててうまく火が燃えないんだけど、もっとガソリンかけた方がいいのかな。こんだけ燃えにくいんだからガソリンいっぱいかけても平気じゃないですか。っていうか、もっと派手に燃やさないと気づいてもらえないんじゃないですかね。はい、ドプ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 。あれ、なんかガソリンかけすぎたかも。すっごい燃えてて怖いんだけど。水かけて消そう。慌ててお水をザッパー。あれあれ、水かけたら水の上を火のついたガソリンが全てどんどん流れていくんだけど、すっごいスピードで燃え広がってくんだけど。やばいっす、シャレになんないよクマ先輩、早く消して。めちゃくちゃ慌てて火を消すけれど、一応火は消えたっぽいですけど、なんかメラメラとカゲロウみたいなのがいつまでも漂ってますね。あれって何でしょうね。高温の可燃性ガスってやつですかね。あれあれ、高温の可燃性ガスが酸素と結合して事故の熱で再発火したんだけど。あー、しかも爆発して数人吹っ飛ばされたんだけど。はい、ドーン、ギャー。That would have definitely been a bad ending. ああ、なんかもう煙がひどいです。周りの木々のせいで風通しが悪くて全然排煙されません。ねえ、クマ先輩、息苦しいです。呼吸ができなくて意識が朦朧としてきましたよ。見てごらんよ、プッキー。ルーベンスの絵だよ。なんだかすごく眠いよね。今日は何日？だから言ったのに、もうバカね。山火事が起きた時、焼け死ぬことは実はあまりないの。死亡原因の大半は煙による酸欠よ。Can't get oxygen, you just die.炎から逃げることはできても、煙から逃げるのは本当に難しい。それにガソリンは武器にもなる。あの状況だもの、武器はできるだけ早く始末してしまいたかったのよ。なるほど、やっぱり計算してたんだね。だから計算というほどのものではないわ。そうなったら嫌だなって予想して、それを回避しただけ。カズキの計算では、この後の私たちって。と、それも言ったでしょ。あとは逃げるだけよ。うまく逃げることができたら学校の再建。まあしばらくは日本には帰れないかもしれないけれど。しばらくってどれぐらい？最低でも3年、長ければ7年。Wow. そんなに？人にもよるわ。あなたと松島みちるは帰ろうと思えば2年程度で帰れる。でも私とユージは一生帰れないかもね。私に何かできることってないの？その気持ちは嬉しいし、とてもありがたいけれど、これ以上踏み込めば混乱を増やすだけだし。危険な場所にあなたたちが足を踏み入れるだけで、あなたたちの安全を保証するという負担が増えるだけよ。そっか。Make sense? ねえ、これからどうなるの？宣告からその質問に対してかなりの時間を使って答えていたつもりだったんだけど。
あなたはどうして私といると同じ質問ばかりするのかしら。そうだね、私あの山にいた頃からずっと同じ質問ばっかりだよね。そんな甘え上手なあなたに私は毎度毎度同じ答えを返してきたわ。なんとかするし、なんとでもなるだよね。私全然成長してないな。成長していないのは私の方よ。あなたはびっくりするぐらい成長したわ。主に胸とウエストの脂肪が？ええ、そう。ひどいよカズキ。心配ないわ。一応もう一度言っておくけど、なんとかするし、なんとでもなるから。まあそうね、あとはユージ次第かな。ユージ大丈夫かな？心配だよ。帰ってきてほしい？どういう意味？知っているとは思うけれど、あの子は人を殺しすぎたわ。あなたはあの子の重い過去を知っても、まだあの子と普通に付き合える？ I don't think she cares about normal at this point. She just wants to be with him. No one else. あの子の過去と真剣に向き合って、それでもと思える魅力があの子にある？それは、人を深く知ろうと思えば、見たくなかったものも見なければいけない。同情だけで耐えられるような軽い過去でもないのなら、なおのこと。そのためには無駄な時間が必要なのよ。そしてその無駄な時間こそが貴重なの。何かの節目の折、その人を思うとき、思い出すのはその人のくだらなくて無駄な部分だったりするものでしょ。例えばそう、チーズを食べるときに金田先輩を思い出したりするようにね。そしてそういう部分を思い出せるというのが、とてもとても大切なことなの。それを苦痛だと感じるようであれば、その相手とはうまくいかないし、都合のいい相手しか求めていない証拠で。A lot of truth in those words. あなたはそのことに自覚がない証拠でもある。若いうちはそれでも構わないのかもしれない。若いうちは別に本気じゃなかったなんて言い訳も通るわ。本気じゃないからやっぱりダメだったってなっても恥ずかしくない。そんな言い訳を重ねていくうちに、本気になるタイミングをなくす。人間が閉じてしまう。閉じた人間は楽に生きることに慣れすぎているから、他人に何かを期待するようなこともない代わりに、自分に都合の悪いことを貶めすことだけに口を開く。その方が楽だから。わずかであってもあの子との関係に引っかかりがあるのなら、あの子のことはもう忘れた方がいいわ。大丈夫、あなたがあの子のことを嫌っても構わない。私だけはあの子を愛し続ける、それだけよ。なんだろう、今私は好きな男の姉に生半可な覚悟なら弟はやれないと釘を刺されているわけだ。間違ってはいないけれど、もう少し深く考えた方がいいわよ。よくわかんないけど、私はユージのこと嫌いになんてなったりしないよ。惚れた男が傷ついていたら癒すだけだし、敵がいるなら一緒に戦う。ユージが悲しんでいるなら私はユージの100倍悲しいし、ユージが怒っているなら私はユージの100倍頭に来る。前にさ、ユージは友をバカにされて怒らない男はいないって言ってたけど、カズキの要求するユージの彼女の条件がどの程度のものかはよくわからないけど、少なくとも私はユージの過去を知ったくらいで嫌いになったりなんかしない。まあ男のためにテロリストに喧嘩を売るような女だものね。Yeah, she's not wrong. だからさ、私にできることってもうないのかな。
またその質問。しつこいな。もうないって何度も言ってるのに。あとは楽園を作って待つのよ。それがブランエール計画なのよ。ブランエール計画？長かった私たちの戦いもその計画の完遂で完結を迎えるわ。計画を立てた私としても物足りなさはもちろんあるし、ここまでついてきてくれたあなたたちにも、これで終わり？という感覚はあると思う。でも今回の計画は風見雄二の結末という形で決着するの。これはある意味雄二にとっての原点回帰とでも言うか、壮絶な過去を持つあの子が美浜学園にやってくるところから計画が始まったのよ。あの子が自らの壮絶な過去がゆえにあなたたちの問題を解決していって、全てのフラグメントが集結した時点であの子の過去が明らかになる。そしてあの子が過去のこととして起き去ってきた問題がつけを払えと言わんばかりに追いついてくる。もちろんユージは一人でもそのつけを支払うことはできるけれど、その代償はあまりにも大きい。人生そのものを投げ出す必要もあるでしょう。あの子がそれだけの業を重ねてきたのも事実。それでもあの子が歩んできた人生で得たのは業だけじゃない。あの子を愛し、あの子を仲間とし、あの子がいたからこそ今の自分があると考える人間たちもいる。そんな人間たちが今度はあの子のために自分にできることをしようと立ち上がった。 That's right. We have friends. We're people who care for us. 本当に苦しい時、人はたった一杯の水をもらった相手のことを一生忘れないというわ。あの子が師匠である草壁麻子にもらった恩を他人であるあなたたちに返していったように、あの子が生きて巻き続けた種はいつか花が開き果実をなす。そうして実った果実は自分がしてもらったことを今度は他人に返していこうと立ち上がり、再び種をまく。それこそが今回のブランエール計画の核心である楽園で、あの子が渇望しながらも諦めていたものの正体。結局あの子は人との関係に怯えていながらも人との深いつながりを欲しているのよ。あの子はそれに気がついていないだけ。いいえ、気がついていてもそれを認めたくないだけなのかもしれないわね。そのために、それだけのために、ここ仕組んだという言い方は少し気に入らないけれど、ええ、そうよ。所詮この世には楽園なんてない。なければ作ってしまえばいいのよ。簡単なことだわ。これはたった一人の弟のために世界を作り変えようとしたバカな姉の壮大な野望なのよ。Blank Isle. White wings with which to soar towards freedom. It was for the sake of obtaining these that the girls had nurtured the seeds that the boy had given them. だから、あとは本当に有事次第。咲くだけ咲いて実を結ばないあだ花となるかは、すべて有事次第よ。用がない時には鬱陶しいほど電話してくるくせに、肝心な時には繋がらないんだから。 There he is, this bastard. Still on his phone. 君って人は全く便利な電話を持っているね、アダム君。もう私に連絡するなと言ったはずだ。そう都合よくはいかないよ。君には報告義務があるだろ。都内の爆弾は2つとも解除された。サナトスシステムは物理論理両面において凍結。報告するまでもない。すでに知っている情報をわざわざ私の口から聞く意味などあるのか。今回も貴様の負けだ。 Some tell me Ozla has an ace up his sleeve, you know. Doesn't seem to be too angry about all this. Hmm. 今回も負けとなれば3連敗だ。いい加減組織の顧問にも関わってくるんだがね。その分の利益は受け取っているはずだ。あまり興味持って欲張りすぎるなよ、テロリスト風情が。君には言われたくないな。
親に隠れてお宝を猫ババしようとして失敗したからって八つ当たりは良くないね。とにかく今回の件はもう終わりだ。しばらくはおとなしくしているんだな。こうしてまた生かさず殺さずか。いいように利用してくれるもんだ。それが貴様の役目だろう。腹が立つなら高い酒でも飲んで忘れるんだな。今はまだそれぐらいは見逃してやるの。それがヒース・オスロの役目か。いい加減そういうのも飽きてきたんだけどな。ん？来たか。入れ。いやー、ユージじゃないか、久しぶり。どう最近、人殺してる？あー、殺してるね。軽く40-50人はやったかな。昔は一人やるたびにゲーゲー言ってたのに成長したもんだ。それにしても随分とボロボロにされたじゃないか。昔の君ならもう少し上手にやれていたと思うのだが、テュポーンには相当手こずったようだね。私の元を離れている間に君が弱くなったのか、それともコピーの出来が想像以上に良かったのか。その様子だとテュポーンは殺されてしまったんだろうね。あれはあれで金のかかった道具だったわけだが、ほら、適性検査や試験入院で何度か大きな病院に行ったことがあるだろう。あそこにはもう一つ、適性試験に合格した母体に人工授精で子供を産ませる施設があったんだ。その施設から逃げ出した母体がいてね、私の組織の中でも一部しか知らされていない特別な施設だ。さすがに必死で追ったよ。広い平原を裸足で走って逃げる母体を捕獲したのはいいけれど、殺しても構わんと命令したのがまずかったよね。捕獲された母体は被弾して虫の息でも胎児は生きていてね。それがテュポーンってわけ。ああ、ちなみにね、母体の方も君の知り合いだよ。はい。ほら、名前なんて言ったかな。Oh my God, her. 訓練校の卒業試験で君の対戦相手だった女の子、あの子だよ。Oh man. ユージ、聞いてる？はい。I hadn't come all the way to listen to this shit. What? I'm not a strong person at all. I know that. I just don't know when to give up. I spent 8 whole years of my life trying to put the past behind me. And I didn't know if killing this man would even change anything. I was just lashing out at him, letting my rage push me forward. But even so, I'd made Heath Oslo my goal. Unless I overcame him,I'd never be able to move on. And that was why I'd come here. おいおい。久しぶりに再会していきなりこれかい？何が気に入らないんだい？ How old are you? まあ当然か。もう本能に飲み込まれていて、目の前にいる私を敵としか認識していないのだろうね。いいぞユージ、怒りも憎しみも憤りすらなく、ただ目の前の敵に本能だけで向かっていく殺人装置だ。まあいいさ、君が欲しいのは腕輪の鍵だろ。鍵は私が首から下げている。ほら、これだ。腕輪に仕掛けられた爆弾の残り時間は5分。 5 minutes。これを私から奪い取れたら好きにするがいいさ。もちろん簡単に渡すつもりもないがね。もうあまり時間もない。当初の計画とは多少異なるが、私は私で殺してでも君を手に入れる。備前長船、十右衛門、塩分兼光。 Oh man, here comes the final showdown.
これはね、以前日下部麻子が私の施設を襲撃した際に私の部下の体に突き刺したまま置いていったものだよ。師匠の形見で命を落とすというのもまた一興だろう。こんなおもちゃみたいなナイフでよくここまで這い上がってきたものだ。しかもまだ魂を食われきっていない。本能に飲み込まれて無造作に切り込んでくれば最初の人たちで決着していた。こんな状態でもかろうじて自分を保っている。暗示、いやもはや呪いのレベルか。そうまでして戦う理由が有事にはあるというのか。例えば家族、もしくは女。ま、どちらにせよそんなものは幻想に過ぎない。命を絶たれれば無惨するものなどすがるべきよすがにしては脆弱に過ぎる。ユージ、私の元へ帰ってこい。お前の帰る場所はこの私だけだ。お前の家族も、お前の女も、すべて私が殺す。人を動かすには、与えるか奪うかの二通りしかない。お前の場合は、後者だ。もう目も見えていないのか。ナイフの刃を断たれたことにも気づかないほどに麻痺しているのか。体中の筋肉もズタズタで、立っているのもやっとだというのに、無駄だと分かっていても引っ込みのつく意地ではないということか。ならもう死ねとしか。残念だよ。時間だ。ことによると、君はこの場で時間稼ぎをして腕の爆弾で私を道連れにしようとしていたのかもしれないが、そううまくはいかないさ。勝負はついた。できれば殺さずに手に入れたかったが、こうなってしまえば仕方がない。ユージ、貴様。 The weakness of longer blades is their effective range. You don't need a gun to kill someone, or a blade for that matter. Anything with a sharp point will do, even an ordinary ballpoint pen. You're the one who taught me that, Oslo. 話せ。バカだ。 Tough luck, idiot. I'm going home. I'm going home in one piece. I promised I'd make it back. But of course, that wasn't going to be easy, given the way he'd skewered me. Would it be best to pull the sword out while I still had the strength to do so? Maybe so. But if I botched the job, I'd have no chance of stopping the bleeding. Well, first things first, the bomb. I reached out to Oslo's immobile body. For an instant, I felt a twinge of fear that he might jerk upright and grab my wrist. But the man wasn't immortal, of course. My eyes weren't working too well. Groping around Oslo's still warm chest, I managed to find the dimple key fastened to a ball and chain around his neck. I ripped it free and pushed it into my bracelet's keyhole. Given Oslo's sadistic personality, I was a bit worried it might turn out to be a fake, but fortunately that was not the case. As the metal band released its grip on my wrist, I brought my face close to the tiny display. The countdown had frozen with 2 minutes and 17 seconds remaining. It was over. It's finally over. I couldn't help breathing a sigh of relief, but as I did so, I felt my body relaxing
and my mind beginning to drift. That wasn't good. If I fell asleep now, I was never going to wake up again. I need to get out of here, but my body wouldn't move. At this point, I definitely lost a dangerous amount of blood. In video game terms, my hit points were probably down to the single digits. The first order of business was getting the sword out of my gut. Resting on the ground wasn't even an option with it stuck in me. I'd only be able to lie on my side. Ugh. Well, this wasn't going so well. When I pulled on the sword, the muscles in my stomach tightened around it to prevent it from moving. And as my body swayed, the tip of the blade scratched loudly against the floor. The sound made me want to vomit. It might have been wiser to leave it in place. The thing was just too awkward. Breaking off the blade would have helped with that, but I didn't want to abuse my master's old weapon if I could help it. If I don't do something fast, I really am going to die. The real issue was that I'd been trying to pull it out using only my own strength. Wrapping both hands around the hilt of the sword in preparation for one final attempt, I maneuvered myself so that its tip was touching the floor behind my back, and then let myself fall backward. Ah! The weight of my own body pushed the blade up and out of my stomach. I got the damn thing out. Hadn't exactly been pleasant, of course. It felt like I ripped out my own insides. I had to stop the bleeding right away. First of all, I need to sew this up from the inside, stitch the skin together, and then get some tape around it. Zuiven to mucha o suru. Was this Oslo's voice? You can't be serious. Turning my head fearfully to the side, I saw that Oslo was still lying on the floor with a ballpoint pen jammed in his eye. It didn't look like he'd somehow come back to life. Shikashi, yahari original ga katta ka. The voice I'd heard was coming from a speaker in the ceiling. It did sound like Oslo's voice, but it seemed oddly time-worn. I couldn't make sense of it. Who are you? Where are you hiding? The room's entire floor began to vibrate intensely, and I heard a mechanical door sliding slowly open somewhere behind me. Still clutching the sword I'd pulled out of my gut, I turned and saw the bookshelves on the wall rotating to expose a gloomy room beyond. Who the hell are you? そうだな。私が真のオスロ。オリジナルのヒースオスロと言ったところか。Sure took your time showing up. Wanted to wait until I couldn't even stand, huh? God damn it, this is the worst. そういうな。私もこのような身ともなれば、おいそれと人前に出るわけにもいかない。その辺の事情は理解してほしいものだね。So the man I thought of as Oslo until now is just a copy of you, huh? コピーというよりは、私の意思を継ぐもの。とでも表現すべきかな？ヒース・オスロという名前が表に出始めたのは70年代初頭のこととされてはいるが、実際には160年の歴史を持つ社会貢献組織だ。今君が殺したこの男もまたヒース・オスロという組織の立てた看板に過ぎないヒース・オスロの体現者。厳密には人工的に生み出された私の子孫となるわけだが、所詮はコピー、まがいもの。70年代初頭を懐かしんではいても、実際に70年代当時を知っているわけもない。What are you then? What is Heath Oslo? You're not just an arms dealer. 武器商人といえばあまりに聞こえは悪いが、要は戦争管理人だ。Overseers of war? 戦争はゲームなのだよ、風見君。ゲームには対戦相手が必要で、適度に手ごわく、良きところで負けてくれる相手が必要なのだ。それが私たち。ヒース・オスロなのだよ。この世界を何度も滅ぼせる軍事力を持つ国があり、
今も数多くの戦争が発生する中でこの世界をひっくり返すほどの大惨事が起きないのはなぜだと思う？それはね、私たちヒース・オスロが戦争をコントロールしているからだ。 That's completely ridiculous. この世の中は3割の悪意、1割の善意、6割の偽善でできている。そして偽善は簡単に悪に変わる。戦争なんてものはいつでもどこでも簡単に始まるものなんだよ。偽善から変化した悪意に背中を押され、振り上げた拳の落としどころを見失う国は多い。だから戦争を上手に終わらせることができる組織が求められるのだ。武器を取り上げるだけでは戦争はなくならない。痛い目に遭うまで何も学ばない、それが人間だ。武器を与え続けなければこの世界は機能しなくなる。そして痛みから学ぶことを君なら理解もできよう。人間など世界を蝕む害虫でしかない。だから適度な痛みを与え続け、発生し続ける害虫の駆除と管理をする存在、戦争管理人ヒース・オスロが必要なのだ。まだ若く、自分の周りすらよく見えていない君には理解が難しいかもしれないが、今回のテロ騒ぎで一触即発だった国家間関係に一時的なストップがかかったのも事実だ。Oh yeah. So basically, you came out here to tell me that I'm a stupid kid who doesn't know anything about the world. 君が倒したオセロと違って、私はこんな体だ。言ってわからぬ相手に拳を振り下ろすわけにもいかん。こうして無様な姿を晒した上で、言葉で説得し、理解してもらうしかない。かといって、このまま説得を続けても君はあと10分も経たずに死んでしまうだろうし、君が次のヒース・オスロになりたまえ。No. Are you insane? なに、何も世界を救えなどと大それたことは言わんよ。この世界を支え見守るだけの簡単な仕事だ。君と君の姉がいればこの世界の平和はコントロールできる。My sister? そうだ。今回のタナトスシステムのダッシュも本来はそれが目的だったのだ。頭脳を司る姉と武力を司る弟。おそらくは君の姉は君がこうして私と会話していることも予想の範疇であろうし、それによって君がどんな選択をするかも予想していることだろう。すべては君次第だ。どうする？What do we do? Do we become the man we've hated our whole lives? Well, not really, man. The idea, really. Or do we join our sister in paradise? Well, what is paradise? You could say paradise would be.You know, eternal sunshine on a lovely island, you know, with all of your friends and family. Also, you could also say paradise could also be becoming Oslo, you know, and maintaining world stability, you know, for the better of all mankind, really, in a way. You know, paradise is different, you know, each person. You know, do we look at the bigger picture or do we look at the smaller picture?I have to think on this one. And I'm going to see you all in the next episode. I hope you all have a good day. Take care.